attack. なめんなよ。ほら、やってみろ。なめんなよ。絶対だ。勝てますかね。あ、まだ。ほら来いよ。よし。俺の番だな。これで。かかってきなよ。やろうぜ。どうしてね。かかってこいよ。
ありがとうなのじゃ。ああ。また。それじゃ。失礼しました。
ねえ。おい。あ。はい。おう。あの。どうしよう。
え？おう。待って。すみませんでした。ありがとうございます。いいや。ありがとうございます。ツアーはありがとうございました。不慣れでお見苦しい点も多々あったかと思います。失礼いたしました。いえいえ、中華街回れてめっちゃ楽しかったっす。ありがとうございました。絡んできた男めっちゃ怖かったのに、お姉さん全然ビビってなくてかっこよかった。か弱い乙女なんですごく怖かったんですよ。あ、お姉さん、最後に見た豚ってなんて言うんですっけ？サンラートンです。耳を撫でると美食と巡り合えると言われている中華街の新名物ですよ。そうそう、サンラートン、あいつ可愛かったからストラップとか欲しいなって思ってるんですよ。それでしたら中華街の入り口のお店に売ってるので帰りにぜひ寄ってみてください。ありがとうございます。お姉さん、今日一日でガイド上手くなりました？あ、確かに私緊張してない。よかったじゃねえか。皆さんありがとうございます。ではこれにて解散です。ありがとうございます。春日さん、本当にありがとうございました。春日さん、喧嘩お強いんですね。まあ、これしか特技がねえからよ。つか、あやみもあんなでかいやつ相手によく頑張ったじゃねえか。最初はすごく怖かったんです。でも、お客さんを守らなきゃと思ったらちゃんと立ち向かいました。明るくて頼りになってかっこよくて、お客さんの最高の思い出を作る、そんなガイドさんに憧れてここに来たんです。かっこいいじゃねえか。さっきのあやみはその通りのガイドさんだったぜ。ツアー客も最後は全員楽しんでたし、父ちゃんと母ちゃんも感心してたぞ。本当ですか？よかった。全部春日さんのおかげです。あやみが頑張ったからだろう。いい両親を持ててよかったな。今晩食事するのでたくさん親孝行してきます。あ、そうだ、春日さん、
これ、受け取ってください。では春日さん、また会いましょう。ふう、俺も帰るか。あの、すみません。ん？いきなり失礼します。私、あやみの母です。あやみの父です。この度はあやみを支えてくださってありがとうございました。いや、大したことはしてないっすよ。あやみはご両親が来るってことですげえ頑張ってました。あの子、おっちょこちょいなんですけど、一生懸命で親孝行な子なんです。私たちに心配かけないようにしてるだけで、本当は仕事がうまくいってないんじゃないかとか、今日来るまではすごく不安で、でも今日のあやみの姿を見てすごく安心したんです。あやみがあんなにたくましくて人を笑顔にできる子だなんて今まで知りませんでした。お父さんなんて感動して泣いてましたよ。お母さん、余計なことを言うんじゃない。あいつはこれからもっといいガイドになりますよ。可愛い子には旅をさせよですね。春日さんみたいな素敵な方もいますし。あやみとはどういったご関係で。ちょっとお父さん。ああ、これは失礼。春日君と言ったね。これを。春日さん、これからもあやみをお願いいたしますね。ふう、あやみはいい両親を持ったな。ツアーガイド頑張れよ、あやみ。どうしようかな。
せてやる。よっ、あなただけが頼りです。かかってくるよ。俺の番か。怪我しますよ。やってやろう。よし。いけるじゃねえか。横浜も広いよな。移動するだけで疲れちまうぜ。この程度で音を上げるなんて男らしくないわね。おお、その発言は言える。横浜も広いよな。移動するだけで疲れちまうぜ。この程度で音を上げるなんて男らしくないわね。
おお、その発言はイエローカードだぞ。あ？今は男らしくないとかめめしいとかそういう発言は NG なんだ。男女差別に厳しい時代だからな。どこで誰が聞いてるかわからん。ふん、私はそんなの別に気にしないけどね。まあそういう世の中だってなら言い換えるわよ。この程度で音を上げるなんて人として終わってるわね。さっきより辛辣になってない？私はだと。高さ、考え直してくださいよ。そうですよ、相手が悪すぎますって。うん、順平には悪いけど今回は。バカ野郎、てめえらそんなあっさり順平を見捨てられんのかよ。確かに今回の件はヤクザが乗った車に運悪く追突しちまった順平の責任だ。だがよ、俺たちはパープルカイザーの仲間だろ。捕まった仲間を助けに行くのは当たり前だろうが。でも相手はヤクザですよ。下手したら俺らまで殺されますって。ヤクザだから何だってんだ。このパープルカイザーの代表、ぶっ込みのタカはヤクザなんてビビらねえ。いざとなりゃ近江連合の名前でも出して脅せば なんとかなんだろう。そんな無茶ですよ。おう。ああ、
はあ？わかったよ。仕事すっか。
しゃ行こう。任務完了。
ぞ。問題なしだ。どうしようかな。はい、ありがとう。行くぞ。頑張ります。よし、行くぞ。これ頭がみかんの人形なのか。なんかボタンがついてるな。どれ、押してみるか。よろしく、ミチ。おお、しゃべった。あ、そこにも落ちてたんですね、ミチオくんのフィギュア。すみません、なんだか驚かせちゃいましたね。ああ、まあ少し驚いたな。このみかんの怪人はあんたのか。これはみかんの怪人ではありません。これは小野道夫くんのフィギュアです。小野道夫くんってなんだそれ。小野道夫くんっていうのは広島小野道を象徴する漁師をモチーフにしたゆるキャラです。私はその道夫くんをプロデュースしている広中と申します。つうか、この妙なマスコットのどの辺が尾道を象徴してんだ。ちょっとちょっと、冗談はよしてくださいよ。見たまんまじゃないですか。瀬戸内を代表する名産、八朔をモチーフにしたチャーミングなお顔、おしゃれなアクセントになっている尾道の代表的な食べ物、尾道ラーメンの帽子、おいしい海産物がたくさん楽しめる街であることを伝えるお魚のポシェット、漁師の住む町であることを伝えるためのクールな長靴、そして小野道夫くんの名字である ONO を大胆にプリントしたイケてる洋服。見ただけであの小野道が脳裏に浮かんでくるような完全無欠のご当地ゆるキャラだと思いませんか。あまり思わねえが、最近結構人気なんですよ。このフィギュアだってすぐに売り切れちゃうくらいなんです。この町に新しく出店する尾道お土産コーナーの目玉商品でしてね。これを土産屋で売るのか。見てください、このディティール、凝ってるでしょ。まあそう言われるとよくできてるな。このラーメンとかもちゃんと具が入ってるし。そういえばこれさっき喋ってたよな。ええ、ボタンを押すと
ボイスが鳴る仕組みなんです。こんな風に。おろう、ミチオだ。よろしくミチ。オーノー。ね、すごいでしょ。ボビーにつけるミチ、キュートなんですよね。ああ、なんつうか、さっきも思ったが、案外渋い声なんだな。ただ正規品はちゃんと喋ってくれるんですがね。外国で作られた偽物はそうじゃないんです。偽物？はい。例えばこれです。ああ、確かにそっちのと比べるとこいつはなんか違うな。人気が出るのは嬉しいんですけどね。そうなると必ずと言っていいほど偽物のグッズが作られて安く売られるんですよ。質の悪いものが多いし、こんなのが道夫君を語るなんて困ったものです。ん？偽物にもボタンはあるじゃねえか。どれどれ。あ、待ってください。そのボタンを押したらダメです。そう言われると押してみたくなるな。まあちょっとくらいなら大丈夫だろう。だからダメですって言ったのに。うん、頭もこんなにチリチリになって。それは元からだ。つうか、これは一体どういうことなんだよ。実は。なるほど。偽物のフィギュアは質の悪いバッテリーが入ってるから爆発しやすいのか。ええ、偽物ってだけでもアウトなのに爆発までされたんじゃたまりませんからね。売られているのを見つけ次第回収して回っているんですよ。ですがその偽物が入っている箱を移動させようとして持ってみたら結構重くて転んじゃいましてね。あろうことか正規品と偽物が混ざってこの辺りに散らばってしまったんですよ。偽物にうかつに触れると爆発してしまいますし、どうしたものかと。まるで地雷拳だな。最近は老眼で細かいものが見にくくなってきて、正規非正規の区別がしにくくて、困ったな。これからお店に正規品を届けないといけないのに、誰かに手伝いを頼もうにもまだ老眼が進行していなくて、仮に爆発しても違和感のない髪型をしている人なんて今から探しても見つかるわけ。回収頑張れよ。じゃあ俺はこれで。ちょっと待った。なんだよ、俺は爆発なんて嫌だぞ。まあまあそう言わずにちょっと仕分けのお手伝いをお願いできませんか。チリチリ頭で爆発に耐えられそうな肉体を持っていて暇そうな人なんてもうあなたくらいしかいません。お前一応自分が頼んでる側の人間だってこと自覚した方がいいぜ。お願いしますよ。尾道お土産コーナーの超目玉商品なんです。このフィギュアは尾道の人たちが一つ一つ手作業で色を塗って組み立てている思いの詰まった一品なんです。これ手作業なのか。ええ、地元のおばあちゃんたちが尾道の魅力を伝えられるならばと頑張って内職してくれているんです。仕上げの艶出しなんか子供たちも協力してくれていましてね。私はそんな町の人たちの魂がこもっている道夫くんフィギュアを多くの人に届けたいんです。なんとか道夫くん回収作業にご協力いただけませんか。ああ、そうだな。し
仕方ねえな。手伝ってやれよ。本当ですか？ありがとうございます。そういえばまだお名前を伺ってませんでしたね。俺は春日だ。春日一番。それでは春日さん、よろしくお願いいたしますね。では早速こちらへ。の、おう。わかった。はい。
ふん、ああ。お、これか。これは、ああ、お、ふん、これか。これで全部みたいだな。いやー、ありがとうございました。素晴らしい。そうか。まあ、ちだが、その辺に転がってる偽物はどうすんの。ああ、それなら大丈夫です。後でスタッフに回収してもらうので。全部偽物なので見極める必要もないですし。そうか、それならいいんだが。それにしても、真剣に道夫君を見つめるあなたの眼差し、私ちょっと感動しちゃいました。もうあなたはただの春日さんではありません。道夫鑑定士、春日一番さんです。いや、そんな称号はいらん。まあそう言わずに。こんなスキル持ってる人なかなかいませんよ。それにしても結構あるもんなんだな、パチモンってよ。キャラクターものは少しでも人気が出るとすぐ偽物が出回ってしまうんです。偽物の中にはプロでも判別できないほどに精巧に作られるものもあったりで。
へえ。とはいえ所詮偽物は偽物、絶対に出回らせるわけにはいきません。愛情込めてみちおくんグッズを作ってくれている人たちやファンの人に申し訳ないですからね。確かに安い偽物を買ったところで尾道の応援にもみちおくんの応援にもならねえわな。それにこれはみちおくんだけの話じゃない。世の中偽物ばっかりになってしまったら、それまで丁寧に作られていたものはいずれ必ず衰退してなくなってしまいます。真面目に作っている人たちや支えてくれているファンが悲しい思いをするようなことにだけは絶対にしたくないんです。ああ、確かにそうだな。そんなわけでこれからも私はプロデューサーとして断固偽物と戦っていきますよ。ふんふん。俺も力になれることがあれば協力するぜ。ありがとうございます。いつか偽物を作ってる連中を滅ぼしてやりたいと思っているんですが、なかなか尻尾を出さなくて。まあ気持ちはわかるが、あまり無茶しないようにな。そうだ、今日のお礼にこのみちおくんフィギュアを差し上げます。の、いいのか。ええ、大事にしてあげてくださいね。あ、なんだあのボロいみちおくんの頭は。あれもパチモンか。ああ、あれはパチモンじゃないですよ。むしろみちおくんの原点です。原点？何年か前に尾道であのみちおくん着ぐるみに入ってくれた人がいたんです。そこからみちおくんはどんどん人気が出ましてね。あの人の正義感や誠実さがみちおくんに命を吹き込んでくれたと私は思っています。いつかまたあの人がみちおくんになってくれる日が来た時のためにこれだけは大事に取ってあるんですよ。同じタイプの着ぐるみは他にも何体かあるんですが、あのオリジナルは特別です。へえ、このキャラになりきって人気を出した、その中の人ってのも結構面白そうなやつだな。そうですね、本当にユニークな人でした。いやー、でも今日はとにかく助かりましたよ。それでは私はこれから急いでこのフィギュアをお店に届けてきます。春日さん、またよろしくお願いいたしますね。おう、またな。ゆるキャラか。こういうキャラを守っていくってな、思っていたよりゆるくねえんだな。ん？また？開けてみるか。開いたぜ。お、早速みちおくんフィギュア売ってるな。人だかりもできてるし、仕分けた甲斐があったぜ。よく見たらあいつ尾の道夫じゃねえ、パチモンじゃねえか。見て見て、これ可愛くない？今クラスで流行ってるんで。あれ、道夫くんの頭についてるのって尾の道ラーメンだったような。これうどんだよね。うどんもラーメンも大して変わらん。道、さあさあ早く買え。道、とりあえずプロデューサーの弘中に連絡しておくか。はい、弘中です。おう、俺だ、春日だ。おう、日曜鑑定士の春日さん、
この間はありがとうございました。どうされました？実は今、偽みちおグッズを路上で売ってるやつを見つけたんだ。なんですって？本当ですか？ああ、場所は中華街の太陽門近くだ。みちおのパチモン着ぐるみを着て商売してやがる。パチモンの着ぐるみ。わかりました。私も準備してすぐに向かいます。準備、まあいいか。とりあえず弘中が来るまであのパチモン野郎を見張っておこう。ねえねえ、その頭の果物ってみかんなの？あ、まあそんなもんだ、みっち。レアフィギュアが安いよ、みっち。あいつ、みちおの名を語ってひでえ真似しやがって。もう黙っちゃいられねえ。あのパチモン野郎、今すぐぶっ飛ばしてや。待ってください、春日さん。おう、弘中か。あいつさっきファンの子供。どう？あんた弘中だよな？今の私は弘中であり、弘中ではありません。偽みちおに対する怒りが波動に目覚めた小野みちおです。みちおくんの偽フィギュアを売るだけでは飽き足らず、みちおくんを語って子供を泣かせるなんて絶対に許せません。プロデューサーであるこの私が直々に真の小野みちおとなって、あのパチモン野郎を成敗してきます。おい、微妙によろけている気がするが、サイズとか大丈夫か？そのくらい、みちおくんへの愛で、何とでも補います。では！お嬢さん、そんな奴から偽物のフィギュアなんて買ったらダメだ、ミチ。え、ミチオくんが二人？そいつは小野ミチオじゃない。真っ赤な偽物だ、ミチ。あん、誰だってめ。誰だと聞かれたら名乗ってやる、ミチ。チャーミングな八作フェイス、おしゃれな尾道ラーメン帽子、キュートな魚のポシェット、漁師の心意気、クールな長靴、イカしたナウイ ONO トレーナー。そう、俺こそが尾道の象徴、尾の道夫だ。アコギな商売はやめて、この町から出て行け、道。ああ、何言ってんだお前。本物の尾道夫がこんなとこ来るわけねえだろ。え、商売の邪魔しやがって。おい、お前ら、このふざけた野郎を叩き出せ。おいおい、大丈夫なのかあれ。え、ちょっと待つ、みち。やるならディベートで勝負しませんか？私
尾道の大会で4位になったこともありまして。そんなことするわけねえだろ。とっとと消え失せろ、クソ着ぐるみが。ちょっと待ってね。痛い。やめて。おーのー、ヒロナカ。おい、大丈夫か。しっかりしろ。ヒロナカ、こんなになってまで道を守ろうとして、スーツだってブカブカでろくに動けなかっただろうに。連中に向かっていくあんたの姿、めちゃくちゃかっこよかったぜ。あとは俺に任せな。あんたや尾道の人たちの思い、俺が守ってやるからよ。なんだお前、懲りずにまた殴られに来たのか。いや、てめえらの商売を終わらせに来た。ああ、偽物グッズで荒稼ぎ、ファンの子供は泣かせる、道夫のことは何も知らねえ、そんなゴミみてえな振る舞いをいつまでも続けさせるわけにはいかねえ。ついさっきボコられたくせによく言うぜ。せっかく楽して儲かる稼ぎを見つけたんだ、まだまだ儲けさせてもらうぜ。ゆるキャラごときが正義感かざして俺らに盾ついたこと後悔させてやるよ。話してもわからねえ。確かに俺はゆるキャラだが、パチモン見逃せるほどゆるかねえんだよ。抜かせろ。おいお前ら、こいつぶち殺すぞ。邪魔すんじゃねえよ。手加減しねえぜ。どうしようかな。決めろ。当たってみろ。とりゃ、よし、勝てますかね。嫌がれ。なめんなよ。ありがとうございます。よし、行くぞ。なめるタイム。じゃあこれどうするかね。怪我します。上がってこいよ。ほら来いよ。
な。よっしゃなんだよ、クソ強いじゃねえか。所詮お前はまがいものだ。作り手の熱意や思い、情熱が宿ってるから本物であって強さを持ってるんだ。愛情のかけらもないお前らが何度挑んできたって一生俺には勝てねえよ。おい、他にもパチモン作ってるやつがいたら今すぐやめさせろ。これ以上作り続けるなら尾道夫が潰しに行くと伝えておけ。はい、すみませんでした。そうだ、弘中は、弘中、大丈夫か。私は大丈夫です。それよりもあちらの皆さんのことをお願いします、道夫君。皆さん、いや、その道夫は腕っぷしには自信があってだな。すごい、道夫君が偽物をやっつけた。え、かっこいい。そういえば聞いたことある。道夫君は地元のチンピラグループを滅ぼしたことがあるって。さすが本物は強いな。最初にやられたのは油断させる作戦だったのか。道夫くん、さっきは来てくれてありがとう。僕は本当に嬉しかったそうか。それでね、あの決めポーズもう一回やってくれないかな。あ、私も見たい。さっきちゃんと見られなかったし。私も。仕方ねえな。それじゃあ行くぞ。よく見てろよ、チャーミングなハッサクフェイス、おしゃれな尾道ラーメン帽子、キュートな魚のポシェット、漁師の心意気、クールな長靴、生かしたナウイウオのトレーナー。そう、俺こそが尾道の象徴、尾道夫だ。いいぞ道夫くん。最高。いや、本当にありがとうございました。あのパチモン野郎を蹴散らしてくれてスカッとしました。町の人もちゃんと公式ショップから買ってくれるって言ってくれるようになりましたし、これは心からのお礼です。そうか、それはよく。さっき殴られたところはもういいのか。ねえ、大丈夫ですよ。あれくらいでへこたれてなんかいられません。それにあのパチモン男が最後の一体だとは思いません。このままの話にしていたらあのパチモンの同類がまたどこかで作られるでしょう。ですから私はこれからもそんな連中と戦っていきます。道夫君への思いは何よりも強い武器ですからねそうだな。ところで俺はいつまでこれを着てりゃいいんだ。いい加減暑いし脱ぎたいんだな。もうちょっとだけお願いします。あ、着きました。ここは土産屋じゃねえか。なんかあんのか。実はこのお店に尾道の商品を置かせていただいているんですよ。せっかくなのでブログに載せる道夫君の写真をここで撮らせていただければと思いまして。そういうことか。だがちゃっかりしてんな。わかったよ。じゃあすみませんがよろしくお願いします。ありがとうございました。では私は早速ブログを更新してきますんで、春日さん、またお会いしましょう。ああ、頑張れよ。やれやれ、一見
件落着ってところか。あれ、この着ぐるみどうしたらいいんだ。あ、みちおくんだ。遊ぼう。抱っこして。おおノ
命はない。放射死ぬぞ。頑張ります。見せてやる。してみろ。やめんな。私の番ね。私に勝てますかね。ダメチドラゴンよ。なめるな。いざ。なめる。俺の番か。やめんなよ。どうしようかな。来いよ。やらしてやるね。おやさんは俺の番だな。どこだ。ダッグレーバーフライダメージ。どうするだろう。おいおい、頑張ります。ぶっ飛ばしてやる。やってみる。すみません。すみませんでした。いえ。いえ。マオさん、何もお店の近くで待ち合わせなくても。お？お仕事お疲れ様。だって少しでも早く会いたいんだもの。マオさん、あ、この前はすいませんでした。チャーハン失敗しちゃって。もういいのよ。あれはあれで美味しかったわよ。スイーツみたいで斬新な味だったわ。じゃあ映画に行きましょうか。あ、あれ、チケットがない。落としたかな。すいません。いいのよ、窓口で買いましょう。こんなに素敵なものくれたんだから私がおごるわ。それつけてくれてるんですね。ありがとうございます。もう40のおばさんにこんな可愛い指輪、本当に似合ってる？世界で一番似合ってますよ。本当は
もっと高いのを渡したかったんですけど。その気持ちだけで十分よ。でも本当にいいの？私みたいなおばさんに。真央さんはおばさんじゃないです。俺本気で結婚したいと思ってますから。ゆうたくん、ありがとう。あ、ねえ、あんた確かさっきのやつの父親だよな。ユータが結婚、そんなバカな。おい、しっかりしろって。すまねえ、迷惑かけちまったな。俺は田中徳郎、ここで中華料理屋やってんだ。春日一番だよ、気にすんな。あんなところで倒れられたら見過ごせねえよ。雄太のやつ、半人前のくせに女にうつつを抜かしよって。まああの年なら恋の一つや二つするさ。応援してやれやいいじゃねえか。ダメだ、あいつはもっと料理の腕を上げてうちの店の後継ぎになってもらうにはならねえんだ。それなのに恋愛だのなんだのにかまけてる暇なんてないんだよ。それに相手も40って、親子ほど離れた相手じゃねえか。恋に年の差なんて関係ねえだろう。いや、あいつには俺と同じような思いをしてほしくねえんだ。どういうことだ。実は俺の嫁さんもだいぶ年上でな、あいつがまだ小さい頃に先立たれちまってよ。置いてかれるってのは本当につれえんだ。あいつにはそんな思いさせたくねえんだよ。気持ちはわからないでもねえけどよ、人間いつ死ぬかわからねえんだぜ。本気で愛し合って幸せならそれでいいじゃねえか。だけどよ、あの常連さんバツイチだって言うし、人生経験がユータとは全然違うだろう。ユータみたいな半人前が釣り合うはずはねえ。もしかしたら遊ばれてるのかもしれねえ。考えすぎだと思うけどな。なあ春日さん、こんなこと頼むのも悪いんだけどよ、あいつに詳しい事情を聞いちゃくれねえか。え、俺が？俺あんたの息子と面識もないんだぜ。俺が直接聞いても答えてくれねえだろうし、俺自身も冷静に話せそうにねえんだよ。それにこんな恥ずかしい相談できるやつもいねえし、礼はするからよな。しょうがねえな。確かに俺もちょっと気になる内容ではあるしな。すまねえな、今度あいつが店に立ってる時にでも話をしてくれねえか。わかったよ、近くに寄った時に話を聞いてみるよ。いらっしゃいませ。いただきます。いただきます。ごちそうさまでした。ありがとうございました。
まで行かれ。そうですか。お、いえ。すぐに楽にしてやるぞ。集中試合。おら、頑張ります。大丈夫かしら。
タカさん、こんな俺のために本当にすみませんでした。俺を助けるために命張ってくれて感動しました。何、いいってことよ。お前を見捨てることなんてできねえよ。ただ俺は何もできなかった。お前を助けてくれたのは春日さんだ。ちゃんと礼を言いな。春日さん、本当にありがとうございました。でもなんで会ったこともない俺のことを。さあな、昔の自分に似たガキの前でカッコつけたかっただけかもな。なんてな。パープルカイザーのみんなだ。タカさん、すみません、俺たち何もできなくて。気にすんじゃねえよ。みんな無事に帰ってこれたんだ。それでいいだろう。まあ無事という割にはボロボロですけどね。春日さんもこんなに頭が爆発しちゃって。ちょっとお疲れ様でした。この頭は元々だ。つっかてめえ分かって言ってんだろ。あ、バレました。そうだ、みんなに伝えたいことがあるんだ。伝えたいこと。今日世話になったこちらの春日一番さんをパープルカイザーの名誉総長にしようと思う。ほーん、うん、うわちょっと待て。俺はそんなこと。別に春日さんが名誉総長になったからって何かしてほしいってわけじゃねえんです。ただ今俺たちがこうしていられるのは春日さんのおかげなので、それをずっと忘れないように形として残しておきたいっていうか、やっぱ迷惑っすかね。別に迷惑ってわけじゃねえけど。ああ、もちろん俺らとぶっこんでいきたいっていうなら大歓迎です。感謝も用意しますんで。いや、それは遠慮しておく。そうっすか。まあお飾りの名誉総長くらいならいいか。春日さん、おっしゃ、決まりだ。俺らの名誉総長は春日さんだ。そして総長は変わらずこのぶっこみのタカがやらせてもらうんで、よろしく。うわー、春日さん、改めて今日はありがとうございました。こんなもんじゃ借りなんて返せねえとは思いますが、俺らの気持ちです。受け取ってください。鼻から借りなんてねえよ。俺から首突っ込んだんだから気にしなくていいのに。最後まで謙虚なんすね。決めました。俺春日、なんかあったらすぐ呼んでください。いつでもどこでも。そうか、まあなんかあったらそん時は頼むぜ。うっす。
順平、もうヤクザの車と事故んじゃねえぞ。はい、気をつけます。じゃあ自分らはここらで、春日さんもお気をつけて。おう、元気でな総長。射程のために命かけるか。俺もちょっとはあの人に近づけたかな。いや、まだまだだな。Bye.
やっと見つけたぜ。どうしようかな。してみろ。奥まで。私暇だよ。もっと来いよ。ほら来いよ。決めたよ。ありがとうございます。はい。
へえ。ありがとうございます。就来打一架啊！还是转弯真的吧。頑張ります。してみてみろ。
どうしようかな。やるか。奥の手やめないでくれる。怖いの。よし。やってみろ。やっま。俺の番か。だっ。おい。よし。行くぞ。よっしゃ。よっしゃ。いらっしゃい。ありがとう。ここにいたかい。怖っ。この顔っていつ見ても不気味よね。何なのかしら。あれ？俺この顔に見覚えあるぞ。嘘だろ。いや、どっかで見た顔なんだよな。割と身近にそっくりな人がいたような。あ、足立さんだ。ああ、ふざけんなよ。俺はもっと爽やかだろうが。でも足立さんにしてはちょっと神々しすぎない？そう言われるとそうだな。悪い、足立さんじゃなかったわ。切れていいか。
よう、さっちゃん。え、さっちゃんって。ん、あれ、さっちゃんじゃねえ。お久しぶりです、春日さん。日だまりの城でお会いしましたよね。もしかして菜の葉さんか。でも、なんでここに。誰に聞いてこの店を。私だよ一番。ほらよく見て、サエコだって。あ、やっぱさっちゃんかよ。一番にも見抜けないなら大丈夫だね。例の桂川も私を菜の葉だと思う。あ、この今のはあれだよ、引っかかったふりしてやったの。はいはい、それでも結構。それより桂川の居所が分かったよ。これから抜き打ちで押しかけて菜の葉として別れてくるつもり。一番も一緒に来てくれるんだってよね。ふん、ああ、そういう約束だったな。あいつは今自分のオフィスにいる。コンサルとか言ってたけど、実態は闇金だったみたい。ボディーガードも社員もみんな俗時代の仲間たちだって。結局立派な半グレだったわけが。なんで菜の葉はそんなのに引っかかっちまうんだ。そういう子だったから私もついつい口出しすぎちゃってたわけ。これで私の気持ちも少しは分かったでしょ。そういうことなら無理なかったのかもな。ま、とにかく行ってみるか、桂川の会社に。まったくよ、さっきから全然話にならねえな、マジで。急に押しかけてきたと思ったら、一体その男に何を吹き込まれたんだ。ナノは、お前自分が何言ってるか分かってんのか。分かってます、もちろん。もうこれ以上あなたに払うお金はないって言ってるの。んだと。となると、あなたにも私と付き合う理由はもうないでしょ。つまりお別れってこと。バカ言うなよ。それじゃあまるで俺が金目当てでお前と付き合ってたみたいじゃん。それも今さらどうでもいい。これまで貸してきたお金も全部返してください、即刻この場で。いや、だから今はそれどころじゃないんだって。あと200万ないとこの会社がヤバいんだ。頼むって。なのはソープで働けば200万くらいなんとかなるだろう。桂川さんよ、その前に聞いときてんだ、あんた菜の葉に全部でいくら借りてる。ああ、うるせえよ。んなもんてめえに言う義理はねえだろうが。もし今菜の葉があんたに200万貸したとして、じゃあ合計でいくら返すつもりなんだ。さあね、大まかには覚えてるんだけどな。その金額も言えねえのに、まだ追加で彼女に金を借りる気か。まあ何回か借りてるからよ、んなすぐに細けえ数字は出てこねえっつうか。でしたら130万円です。桂川さんが菜の葉さんにお借りした金の合計。おい山下、何勝手に口挟んできてんだ。俺の許可もなくよ。すみません、失礼しました。優秀な部下がついてるじゃねえの。じゃあ返してもらおうか、その130万。さっきから何なんだてめえは。ヤクザみたいななりしやがって。てめえの方こそナノはおしゃぶりすく好きなんじゃねえのか。だとしてもあなたには関係ない。130万返して、それで私たちはもうおしまい。本気なのか。なのは、俺お前を愛してる。お前もそうだって言ってたろ。なのはがそこまであなたのこと。世間知らずのお前には俺みてえなタフな男がいる。お前は俺が守っててやらねえとダメな女なんだよ。なるほどな。
そうやってナノハを縛りつけてたわけか。てめえはしゃしゃい出てくんな、チンピラ。おい、山下、何グズグズしやがる。今すぐこの野郎をつまみ出せ。いえ、もういいでしょう、桂川さん。あ？なんだって。俺からもお願いします。ナノハさんのことはもうそろそろ解放してあげませんか。この人は親の介護のために必死に働いていました。その間あなたは他の女と遊んでたじゃないですか。てめえどういうつもりだ。なのにナノハさんがソープで稼げると知ってまた絞り取ろうとする。いくらなんでもあんまりです。俺はもうナノハさんを見てられなかったんです。お前誰に口聞いてんだ。厨房の頃からずっと面倒見てきてやったのは誰だ。この俺だろうが、マシュ。またパシリからやり直すのか、クソガキが。ずいぶん人望が終わりのようだな、桂川。みんな日頃からあんたに不満を抱えてたが。うるせえ。おい、お前ら何やってんだこれ。こいつらを黙らせろ、山下の裏切り者だ。まあまあ想定内の展開だ。山下君の心変わり以外はね。本当にね。俺は多分きっかけが欲しかったんだ。桂川さんたちと草蓮を切るためのきっかけを。そうかい。実際はもっと単純なんじゃねえか。実はナノハに惚れてたりして。そうかもしれません。いいね、山下君。案外順調じゃねえか。ごちゃごちゃうるせえ。てめえら二度と口が引けねえようにしてやる。許さないよ。もうこぼれにしてやる。私の番ね。かかってしてみろ。お？俺の番だな。ありがとよ。よし、行くぞ。ほら、こっち行きだ。ほっ、してみろ。ぶっ飛ばしてやる。ほら、おい。おい、やるか。私の番ね。ほら、来いよ。見てなさい。俺の番だな。見せてやるよ。やめんなよ。行くぞ。よし、とっておき。よっしゃ。
さっきの異性はどこ行ったんだ、桂川。ふっ、口ほどにもねえ。菜の葉に借りた金を返せ。この場ですぐにだ。そして今日中に偉人帳を出て行け。次またこの町でてめえを見かけたらぶちのめすぜ。菜の葉と連絡取ろうとしただけでもぶちのめす。わかりました。だからもう殴らないでください。なら殴らねえよ、俺の手ではな。このクズが二度と女を食い物にするんじゃないよ。菜の葉さんじゃないって、じゃあお姉さんだったってことですか、双子の。いや悪いな山下君、せっかく勇気出して菜の葉の前でカッコつけてくれたのに。ごめんね山下君。いえ、まあそれはもう、だって仕方ないですもんね。でお姉さんは菜の葉さんがソープにいたことは知らないふりをしていたいと。そう、だからさっき桂川の件で私がいたこともあの子にはオフレコってことでいいよね。ええ、ですが菜の葉さんからこの状況を見ると、突然彼氏が別れも告げず町を出てったわけですよね。それも疎遠だったお姉さんから悪い男と別れろって電話があってすぐに。なあ、それがどうかしたか。となるとお姉さんが何か桂川が消えたことに関わっているようにしか見えなくないですか。お姉さんの何らかの差し金で桂川が町を出たというふうに見えるんじゃないかと。え、そういやそうかもな。いいよ別に、それならそれで仕方ないんじゃない。また菜の葉がさっちゃんに切れてもか。それでもいいのかい。最優先なのは菜の葉の幸せ。私があの子にどう思われようが、それは二の次。そんなの、今回さっちゃんは菜の葉のためにすげえ骨折ったんじゃねえか。桂川につきまとわれ続けるやん、菜の葉はしゃぶり尽くされるとこだったんだぜ。電話で話してくれるだけでもありがたいって仲なの。私はあの子が不幸にならないように見守るだけ。でもよ、あの、じゃあ菜の葉さんには俺からこう言っておきますよ。ん？桂川は事業に失敗して町を出たって。あの人が借りてた金も俺から彼女に返しときます。そうすればお姉さんが関わっていたことは菜の葉さんに気づかれないかと。するとつまり山下君だけがこの件であの子に感謝されるわけか。そうですね。いやしかしそのまずいでしょうか。俺は菜の葉さんのことが気になってました。桂川なんかに捕まってかわいそうだなって。俺でよければいつか救ってあげたい、守ってあげたいと思っていたんです。だから今日俺は桂川を裏切りました。菜の葉さんを守るなら今日しかないと思って。さっちゃん、山下君がこう言ってるけどどう思うよ。ねえ山下君。はい。例えばレストランとかコンビニであなたは店員さんに偉そうにする人？ええ、肩着の人と話すときは敬語ですかね。やからっぽいのには舐められるわけにいかんのですが。そっか、まだったらとりあえずは合格かな。なんか妹の彼氏になるハードル低すぎねえか。だからとりあえずって言ったでしょ。ん？大丈夫、菜の葉のことはこれからもずっと陰で見守るつもりだから。
もし山下くんがあの子を泣かせるような男なら、絶対にもう見過ごしたりしない。私はあの子の幸せのためなら手段を選ばないわ。なるほど、わかりましたよ、お姉さん。俺も望むところです。まったく頼もしい姉貴だな、さっちゃんはよ。いつか菜の葉もそのことに気がつくと思うぜ。それもそう遠くないいつかだ。今回は本当にありがとうね。あなたのおかげでまた妹が助かった。本当に感謝してるよ。一番、これからもよろしくね。いらっしゃい。ありがとうよ。あ、春日さん。ねえ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 、とっておきの話仕入れたんだけど。とっておきの話？うん、聞きたい？春日さん、絶対食いつく話だと思うんだよね。なんだよそれ、聞かせてくれよ。あのね、お客さんから聞いた話なんだけど、偉人通りに周流商会っていう小さい貿易会社があるらしいんだけど、そのお店の人にある合言葉を伝えると、伝説の裏吹き屋って人に取り継いでくれるらしいの。伝説の裏吹き屋？うん、裏の流通ルートを牛耳ってる人らしくてね。表ではとても扱えない危険な品や貴重な武器とかをたくさん取り扱ってるんだって。へえ、そいつはすげえな。ね、すごいでしょ、裏吹き屋なんて。アンダーグラウンドな感じがたまらないわよね。きっとちょい悪でかっこいい人に違いないわ。はあ、一度会ってそのお顔を拝みたい。ねえ、アーニーって大丈夫だと思う？いや、絶対やめといた方がいいと思うぜ。ちょい悪どころの悪じゃねえと思うし。まあそうよね。で、その伝説の裏吹き屋に会うために必要な合言葉ってのは？ね、確かラウチャウチャウヤだったはず。ラブチュッチュヤ？違う、ラウチャウチャウヤ。意味は全然わからないけど。いや、意味なんかないわね、多分。ラウチャウチャウヤか。そいつを店員に言えばいいんだな。うん、まあ私も聞いた話だから確証はないけどね。でも火のないところに煙は立たないし。試してみたら。まあ春日さんなら相手がどんな悪でも、もし殺されそうになっても別に大丈夫でしょ。全然大丈夫じゃねえよ。まあ暇見つけて行ってみるかな。情報ありがとうよ。私好みのちょい悪の渋いイケメンだったら紹介してね。